連邦劇場計画、連邦劇場計画、連邦劇場計画、フェデラルシアタープロジェクト、略称、FTP、フェデラルシアタープロジェクトとも訳されるは、アメリカ合衆国の連邦政府が1930年代の大教授に打ち出した芸術家支援、救済計画の一つ。劇場での演劇、ダンス公演に出資して国民に安価な娯楽を提供し、合わせて、 世界強硬化で職のない劇作家、俳優、スタッフの雇用を目とした。世界強皇に橋を発した大不況時代における第二期ニューディール政策の一環、かつ最重要政策として失業者救済に当たった WP 雇用促進局、公共事業促進局が打ち出した施策が芸術家支援計画フェデラルワンであった。連邦劇場計画はその一部である。 その第一目的は失業した演劇人たちの雇用にあったが、二次的な目的として、貧困家庭への娯楽提供や、舞台美術や舞台音楽など関連する芸術分野の作品創作があった。連邦劇場計画は、立法、行政の手続きを踏んで1935年9月12日に発足し、 その投資活動が解消された1939年6月30日まで存続した。連邦劇場計画はフェデラルワンの中でも最も多くの予算、総予算の29.1%を費やした部門だった。WP の局長、ハリー・ホープキンスは名門女子大バッサー大学、バッサーカレッジの教授で劇作家でもあったハリー・フラナガン、ハリー・フラナガンを FTP の責任者に任命した。彼女が受けた任務は、数千人の失業演劇人を雇用するために、できる限り早急に多数の劇場を、国営劇場として確保するという気の遠くなるような、仕事だった。ホップキンスはさらに、FTP 事業は、自由で、大人向きで、検閲なしであるべきだと彼女に約束した。やがて、この、自由で、大人向きで、 検閲なしという謳い文句は、ホップキンスや、フナガンの仕事や FTP 事業全体を縛ることとなる。検閲をめぐる問題は、事業開始直後に発生した。合衆国国務省は、FTP の出資した新しい演劇、エチオピアの公演に反対した。この演劇は、ベニートムッソリーニの支配するイタリアがエチオピアに、進行した第二次エチオピア戦争の勃発を受けて、 書かれたもので、エチオピア皇帝、ハイレセラシエ一世とその国民ムッソリーニとイタリア軍に対する戦いを描いたものであった。合衆国政府は即座に政府機関である FTP は、ムッソリーニやハイレセラシエといった外国の原種を舞台上で描く子は、外交問題を避けるためにもやめなければならないと要求した。FTP は、結局圧力に屈し、エチオピアは上演されなかった。 このエチオピアという劇は FTP の長であったフラナガンと彼女のスタッフたちが創案したリビングニュースペーパー生きた新聞と呼ばれる新しいタイプの演劇であった。リビングニュースペーパーでは取材担当者やジャーナリスティックな劇作からからなるチームが脚本を作った。彼ら彼女らは新聞から記事を特に社会を興奮させ議論を起こしている出来事の記事を切り抜いた。 例えば苦境にある全米の農村のための農業政策、梅毒の検査、テネシー側流域開発公社の事業、住宅政策の不公平などである。こうした新聞の切り抜きをもとにスタッフが取材し、取材結果をめぐってスタッフや劇作家が討論し場合によってはさらに深い取材をし直し、最終的に演劇に書き起こされた。これらの劇は監修に、 事件の背景や歴史を説明し、しばしばリベラルより、進歩的な政策や解決方法の弁護を行った。例えば、エチオピアが上演できなかったため事実上の第一作となった1936年の埋められたトリプル a トリプル a プラウドアンダーは、ニューディール政策のうち農民救済のために、制定された農業調整法、アグリカルチュラルアジャストメントアクト、トリプル a を、 連邦最高裁が無効と判断したことをめぐって起きた農民デモを描いたもので農民の苦境の歴史を説明し連邦最高裁を非難するうちであったリビングニュースペーパーはプロパガンダ色が強くしばしば内容をめぐって賛否両論を巻き起こしたが監修には非常に人気があった演劇の形態としてもリビングニュースペーパーは FTP の残した最も永続的な遺産と言える。FTP は、リビングニュースペーパー以外にも、歴史劇やミュージカル、社会派演劇など多くの演劇に出資した。特に歴史劇は、アメリカ建国以来の理念を思い出させ、忘れてはならない人々や事件を描いて、逆境に打ち勝つアメリカ精神を称賛したため、監修から非常に人気を博した。また、 ニューヨーク市で多くの劇場を FTP 事業のために使用したほか、南部や西部など全米各地でも巡回公演や地元の歴史、事件を素材にした演劇制作を行って大きな成果を収めた。こうした国民の歴史や地域社会を称賛するものばかりでなく、アメリカの現状を批判する社会派演劇も多く演じられた。 その中でも最も議論を呼んだのは1937年のミュージカル、ゆりかごは、ゆれる、クレードル・ウィル・ロック、ザ・クレードル・ウィル・ロックであった。ジョン・ハウスマンがプロデューサーとなり、劇作家マーク・ブリッツ・スタインが、脚本、作曲を行い、22歳のオーソン・ウェルズが演出した、このミュージカルは、ブレヒト流のアレゴリーで企業の腐敗や貪欲、労働者の団結を歌ったものだった。 これは、アメリカ合衆国、スチールタウンを舞台に、貪欲な企業家ミスター氏に対して、主人公ラリー・フォアマンが、町民や労働者を団結させ戦いに向かう、というストーリーであった。ブリッツ・スタインは、社会の様々な人物を劇中に登場させた。外見上は上品で、博愛に満ちながら実は堕落している、ミスター夫人、売れない、芸術家、貧しい商店主、移民の一家、 信仰のない牧師、愛らしい娼婦で、ヒロインのモルなどである。当時のポピュラー音楽のスタイルを大幅に取り入れてはいるが、劇はセリフのほとんどが歌となっており、曲の中にはオペラのようなクオリティのものもあった。本来はニューヨークのマキシーヌ、エリオット、マキシーン・エリオット劇場において念入りなセットとフルオーケストラで上演されるはずであったが、 FTP 内部の予算削減のため急遽制作中止となり、俳優組合も所属する役者に対しこの劇のために舞台に立つことを禁じた。ただし制作中止になった実際の原因は、このミュージカルを共産主義的で反アメリカ的、労働組合よりと見た政府による検閲によるものだと考えられている。ウェルズ、ハウスマン、ブリッツスタインはとっさに、 近くのベニス劇場とピアノ1台を借り、ブリッツスタインが満員の観客に向かって一人でセリフと楽曲の全パートを歌いながら、あのを弾くことになった。最初の曲が始まって、すぐブリッツスタインは観客の一人が立ち上がり、自分のピアノに合わせて急に歌い出したことに気づいた。この観客は本来ヒロインのモルを演じるはずだった役者であった。彼女は 俳優組合から舞台に立つことを禁じられていたため、観客席で演技を始めたのであった。続けて、本来の役者たちが、次々と観客席から、立ち上がりブリッツスタインのピアノに合わせて歌い出し、上演終了までの間すべての曲が、観客席から演じられた。この上演を見た詩人、アーチボルド・マクリーシュなどを含む観客たちは、 これを今までの中で最も心動かされる演劇体験だと感じた。実際はウェルズやハウスマンらが組合規定を逆手にとって俳優を場内のあちこちにあらかじめ座らせていた演出だったようではあるがこの公演は成功を収めた。今日このミュージカルが演じられる場合でも大規模なセットやオーケストラはほとんど使われることがなくこの事件へのオマージュのために 簡単なセットとピアノだけで演じられる子が多い。この制作の成功により、ハウスマンとエールズは劇団マーキュリー劇場を立ち上げ様々な実験的講演を行った。マーキュリー劇場はラジオにも進出し、1938年には宇宙戦争を放送した。こうした検閲事件などで政府からも観客からも演劇人からも非難された FTP では、 あるが、大きな遺産を、アメリカの演劇や、映画の歴史に残した。打ちひしがれた国民に娯楽を提供し、リビングニュースパーパーや、社会派演劇など様々な演目を残したことも、さることながら、最大の遺産は、その維持、育成した人材である。この計画により、素質の遺憾を問わず、多くのスタッフや役者たちが大不況下においても、演劇を続けることができ、 アメリカの演劇は断絶することを免れた。また若い演劇人にも制作や出演など多くの機会を与えた。一部を例に挙げると、アーサー・ミラー、オーソン・ウェルズ、ジョン・ハウスマン、エディア・カザン、マーク・ブリッツ・スタイン、アーサー・アレント、アブ・フェダーなどは、FTP 時代の作品を通して地位を確立し、後に演劇界や映画界を背負って立つようになった。 連邦劇場計画がなければ、彼らは大不況の中で大きな発表の機会には恵まれなかったであろう。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。